先日私、MacBook Air 16インチのめっちゃお買い得なやつを買わせていただいたんですけども、スペースキーが返ってくなくて、押せるんですけど、端っこの方に指持っていくと、スペースキー反応しないで、さすがにこれやばいなと思って、返品も考えたんですけども、一回キー剥がして確認してみたら、完全にコーヒーかなんか壊されてましたね。で、とりあえず清掃したらめっちゃ綺麗になって、普通に使えるようになりました。やっぱ中古で買うとコーヒーぶっかけられてる可能性あるし、それをキーボードへたりあり、 っていう風に確認しないで出品されてる可能性あるから怖いよね。MacBook のキーボードイグいぐらい剥がしにくいんで、さすがに中古販売ショップでもキーボードの下確認したりしないですからね。 ということで今日はお待たせしました M3 チップですね、まあ。いろんなベンチマークあるんだけども、Apple Silicon といえば、いつもね、各世代で世界ナンバーワンのシングルコア制度の CPU を誇っていましたが、今回もこれが Intel AMD と比べてどれぐらいの立ち位置になっているか比較してみましょう。今回紹介するのはパスマークで M3 チップの3種類のチップが登場しています。M3 チップは今までのシリーズと同じで、シングル性のキングの座に着くことができています。しかし限られた電力の中では、 力技で対抗してくる Intel と AMD には M3Max チップでも対抗できない部分が出てきます。現時点では Apple の1 1コア m 3 p r o がシングルスレッド CPU ベンチマークでリードして4910ポイントを獲得。Intel の Core i9-14900KF の4852ポイントよりも約1.2%高速です。Apple の M3Pro は1 5 0 g b ン s のメモリシステム、最大で 4.05GHz の周波数を備えています。 一方、インテルの Core i 9 1 4 9 0 0 k f は 89.6GBps のメモリシステム、6.0GHz のブーストクロックを誇っています。このアップルの勝利はただ勝利したというよりは、やはり M3 Pro はノート用のチップとして採用されていますから、ノート PC でデスクトップに買ったということで、いつもながらやはりかなりインパクトは強いですよね。インテルのデスクトップ S といの特にあのハイエンドのやつをノート型のサイズのものに、ね、入れることは でできませんからねコーヒーヒってたノートこれですアップルの12コアの M3 プロと16コアの M3 マックスプロセッサーも若干遅れをとってますがそれでもインテルの第13世代および第14世代コアプロセッサーをリードしています興味深いことにアップルのスマートフォン向けの A17 プロ SOC さえもシングルスレッドのパスマーク CPU ベンチマークではインテルのコア i913900F および アップルの16コア M3MAX のパスマークのマルチコアスレッドは39,921ポイントでインテルのコア I913700F39,825 を上回りそして上位のコアに位置する全世代の20コア CPU の M2Ultra48,93 とほぼ同等ですコア数の差をここで詰めてますのでこれはかなりすごいですね ただ、AMD と Intel のフラグシップの製品である r y z e n i 7 9 5 0 x Core i914900K は M3 Max をそれぞれ58%、52%を上回っています。もちろん、これらのパーツは Apple の M3 Max よりもはるかに多くの電力を消費してしまいますが、まあ、デスクトップでもいい人、特に最大のパフォーマンスが必要な人にとっては、それはあまり重要では ありませんので自宅用で大きめのデスクトップサイズになってもいいよっていう人はやっぱりぶっぱらせるパフォーマンスはインテル AMD の方が最上位は強くなります。モアパワー、モアスピード、モアロマン。ここからはもしもの話ですがいつもの流れからいくと最終的にチップはプロマックスときて一番最終形態のウルトラが来ますよね。マックスチップを2つフュージョンさせたものがいつものウルトラチップですから M2 世代の M2 マックス M2 ウルトラの関係性から見てみると。 ブリッジで繋いでてパフォーマンスが落ちていることは知ってるんですが、85%の性能を維持することができています。この85%をもし維持することが今回の M3 世代でもできるのであれば、その M3 ウルトラのスコアは約7万3000ほどまで上げることができるのかもしれません。ここまでコア数が膨大なウルトラチップは、現在では小型の Mac Studio でも搭載してるんですけども、本来であれば Mac Pro とかに採用されていたグループですよね。 例えば AMD の32コアスレッドリッパープロやインテルの36個は自由に数値上は対抗できるかもしれません。ただしそれぞれ AMD も96コアやインテルも56コアのもの、ポイントではるかに上回る製品を持っています。2 0 2 0年にはこれほど性能高いチップをまあアプリはデスクトップ用だけでなく、ノートにもね、同じものが全くそのままの形でね、入れることができるという素晴らしいチップを紹介してからもう2年3年経っていますが、 1> 第1世代から第3世代までずっと CPU のシングル性能で王座を勝ち取ってきたということになります。ということで今回の M3 チップの世代でも。 シングルスコアはナンバーワンということになったんですけどもやはりサイズとか電源を度外視し,しないパワーで勝負されてしまうと特にマルチコアスレッドではインテル AMD にも絡まないのでスーパーハイエンドのマシンが欲しいとなるとやっぱり選択肢は今のところは Windows になってしまいますねつまりデスクトップサイズの PC を家の中に置いてもいいよっていう人はデスクトップ PC に行った方が性能高いものを選べるし コストも比べてかなり安くなります。ハイエンドグラボを入れても全然ね、ハイエンドグラボ10万円以内で買えますからね。10万円って本来高いはずなんだけど、<laughs> アップルシリコンの上位出されるとなんかそんなに高くないような気になってきますよね。不思議。それにグラボってインフレの前の方が高かったっていうのもあって、なんか印象として今がなんか高くないイメージになっちゃってるんだよね。 本来そのコロナよりももっともっと前に高い時期があったからね。でもそのもっと前を見てみるともっとグラボって安くて入門グラボとかでも昔はなんか2万5千円2万円とかで買っても結構入門のゲーミングだったんだけど今それが4万円ぐらいになってるからね。 まあ相対的に高くなってるはずなんだけども、この Apple 性能が最近高くなってるっていうのと、グラボの仮想通貨暴落によってなんか安く感じるっていう、そういうのがあるんで、なんか必要以上になんか <laughs> グラ o の方が安く感じちゃいますよね。もちろんモバイルで最強な Apple s i i この Mac にも利点はあって、まあ、クラムシェル型ってディスプレイを用意して、えー、普通にデスクトップのように接続して使うこともできますので、まあ、使い方次第では Windows 用にもかなり おししゃれれななマシンになるかもしれません、まあ、持ち運びできるっていうモバイル機能ってすごい大切ですから今回は M3 シリーズでまたパワーアップしましたしこれほどの性能をモバイルチップでノート PC 型で採用することができるっていうのは本当に a Apple シリコンは素晴らしいと思います。 アップルシリコンだけじゃなくて、スナップドラゴンとかもね、まだまだ伸びしろがあるような気がしますので、これからどんどんね、携帯ゲームとかね、パフォーマンスを根本的に引き上げることができると思いますので、まだまだ将来性はかなりあるんじゃないかなと思いました。今日は CPU を Intel と AMD と比較してみましたが、モバイルタイプとしてはやっぱり Mac はかなり最強で CPU のシングルがトップでしたね。マルチコアストレットはそれでも勝てない部分がやっぱりありますので、据え置き方を買ってもいい人は Windows を選択するということでいいんじゃないでしょうか。